敬愛大学英語教育開発センター国際学部国際学科の甲午英明と申します。いきなりで恐縮ですが、まずはじめに私自身の英語学習その歴史について少々述べたいと思います。私のこれまでの英語学習を一言で申し上げますと Struggling、 つまり悪戦苦闘の歴史です。私は小学校5年生の時に地元の英語学習塾に通い始めました。それから2年間そこで英語を勉強してから中学校に入りましたので、中学校の時にはある程度英語に自信がありました。実際学校のテストでもいい点を取ることができました。しかし悲劇は高校で起きます。私が通っていた高校は交換留学をやっておりまして、アメリカのオレゴン州と国際交流をやっていました。毎年のようにそこから高校生がやってくるんですが、私もたくさん言いたいことがある、彼らとコミュニケーションを図りたいというふうに思ったんですが、言葉が出てこないんです。英語が得意だというふうに思っていたのに、どうしてこういう状況になるんだろう。非常にショックでした。そこで私が気づいたのは、私が得意だったのは英語ではなく英語の筆記テストだったということなんです。英語そのものを使えるようには決してなっていませんでした。当時私は英単語を覚えることが非常に苦手でした。そのうちの一つの単語、今でも覚えているのがこのサンクションという単語です。これは例えば経済制裁という時の制裁にあたる単語です。実際には複数形で用いられることが多いんですが、ある時先生に尋ねました。どうすればより効率的に英単語を学習することができるんでしょうか。こういう質問を投げかけました。すると先生は、とにかく書きなさい。何を書くかって言いますと、英単語とその意味を最低20回、できれば50回書きなさい、というふうに言われました。少なくとも当時の私は先生に対して従順でしたので、その通りアドバイスに従いました。サンクション制裁、サンクション制裁、サンクション制裁と書きました。結果起こったことは、制裁という漢字が完全に書けるようになったことです。皆さん、英単語の本とか英熟語の本、さまざまなものが出ていますが、皆さんも英語学習をするときにこういった本をお使いになっているのではないでしょうか。当時私はこういった本を使うことに否定的だったんですが、最終的に周りのプレッシャーに負けて結局私も使うことになりました。しかし小心者であった私は50ページ学習すると、あれ、1ページで学習したことを覚えているんだろうかという不安に駆られました。そこで1ページに戻ってそのページを見てみると、学習したはずの単語がほとんど頭に残っていない。非常にショックでした。そのため1ページから50ページを何度も何度も行ったり来たり、こういった学習をすることになりました。当時私が使っていた英単語の本で今でも覚えている単語は唯一アバンダン、これだけです。私が英語教育の世界に身を置いているのは、私が経験したような苦しみを若い世代、皆さん方に味わってほしくないということなんです。もっといい学習方法、もっと効率的な学習方法、これが絶対あるはずだ。そういう思いで毎日頑張っています。さて、皆さんは英語とどういう付き合いをされていますでしょうか。学校の科目としてあるので勉強する。受験で必要なので勉強する。将来英語ができれば役に立つので今頑張っている。いろんな付き合い方があると言います。しかしいずれにしましても皆さんと英語の距離、これは現在ぐっと縮まっています。今後さらにその距離は短くなっていくことになります。今テレビをつけると毎日のように新型コロナウイルス、この話題でいっぱいです。皆さんも同じような話題なので疲れてくることがあるかもしれません。
しかし私たちはここから学ぶことがあります。番組に出ている専門家と呼ばれる方、あるいはコメンテーター、こういった方たちが〇〇ということが論文で発表されていましたとか、ある既存薬の使用が症状の改善に効果があった、こういった事例が報告されていますと言われるのを聞いたことがあると思います。実はこれらの情報はほぼすべて英語を通して取得されています。ですから専門家やコメンテーターの方々は番組開始直前まで英語の論文を読み込んで正確な知識を得ている。その上で番組で質問に答えたり考えを述べたりする、そういったことになっています。ここから分かるのは、私たちは英語による情報をかなり短時間で的確に理解する力、これが求められているということになります。さらに理解する力だけではなく、必要な情報を英語で適切に世界へ発信する力、これが重要です。例えば日本ではどういう症例が見られているのか、日本の既存薬にはどういう効果があるのか、あるいは他国とは違う日本独特の緊急事態宣言、その効果と課題は何であるのか、こういったことを発信する必要があります。その際の使用言語は基本的に英語です。仮に日本語で発信した場合、その伝わり方は非常に遅くなる、あるいは取り上げられてもらえない、そういった事態になります。言い換えますと、英語ができるかどうかで社会の貢献度、世界への貢献度に差が出てくる、そういったことになります。皆さん、2019年に行われましたラグビーワールドカップ日本大会、ご覧になりましたでしょうか。私も初戦のロシア戦、観戦に行きました。このチームのキーワードは何でしたでしょうか。おそらく皆さん、ワンチームというふうにお答えになると思います。それはその通りなんですが、実はその根底にあるのは、diversity、多様性ということなんです。このチーム、31名登録選手のうち、15名が海外からやってきた選手です。国が違う、言葉が違う、考え方が違う、文化が違う、こういった選手が集まり、一つのチームとして機能するためには、そのチーム自体がグローバライズされている必要があるということなんです。首相であったマイケル・リーチは、日本も外国人と仕事をする時代が絶対来る、スポーツでそれができるところを見せたいというふうに述べています。実際彼らはそれを示してくれたというふうに思います。ちなみにラグビーでは試合中に審判に対して抗議することはできませんが、ジャッジについて質問をすることができます。しかしながら、その質問のやり取り、これはほぼ全て英語ということになります。最近皆さん、グローバル化、こういった言葉をよく耳にするようになったと思います。グローバル化っていうことについて、どのようなイメージをお持ちでしょうか。当然のことながら、それは海外へ行ってそこでビジネスをする、これとイコールではありません。では学生の皆さん、どのようにグローバル化していく、あるいはそういったことを学習していくんでしょうか。私は全ての始まりは教室にあるというふうに思っています。教室にはさまざまな異なるバックグラウンドを持った学生が集まり、さまざまな考えを持った学生が一つになって議論し合い、さらなる高みを目指していく、これが教室、つまり教室がグローバル化している必要があるということなんです。何も海外に行ってということでは決してないんですね。このようなことを踏まえて、敬愛大学における英語教育を考えてみたいと思います。私たちが根本に据えていること、それは皆さんが未来を切り開いていく、そのサポートとしての英語教育を展開していくということなんです。そのためには実際の社会を見据え、そこで求められている
聞く、読むという受容機能、話す、書くという算出機能、これらを総合的に伸ばしていく英語教育、英語の授業、これを展開していこうというふうに考えています。授業の基本としてはポイントが2つあります。1つは、皆さんが英語に触れる機会、これを充実しようということです。もう1つは、授業を実際のコミュニケーションの場面とし、皆さんが英語を使う経験を豊富に用意するということなんです。ですから、敬愛大学の英語の授業は、英語について何かを学ぶのではなく、英語そのものの力を上げていく。ここにフォーカスが当たっています。授業の進め方の一例です。最初にこれから議論する、話し合う話題、あるいは課題、問題等が提示されます。それについて皆さんが今知っていること、考えていること、それをお出し合います。ブレインストーミングと呼ばれる過程です。その後、その話題、問題、課題について幅広い知識を得るためにたくさんの英語を読み、たくさんの英語を聞きます。そこで得た知識等を活用してペア、グループ、あるいはクラス全体でディスカッションを行っていく。このような流れなんです。ここでは読んだり聞いたりする目的がはっきりしています。ディスカッションができるようになるために読む。ディスカッションができるようになるために聞く。ですから、突然リーディング教材が与えられて、はい、読みましょう。ここには何が書かれていましたか？そうですね。じゃあ次行きますよ。こういった授業展開はないということです。さらに、ここまで学習したことを踏まえて、最後に話題に関する自分自身の意見をまとめ、ライティングをすると。このような流れが考えられるというふうに思います。私が敬愛大学で英語の授業を行っているときに、一つだけルールがあります。それは、sit next to the student who didn't sit next to you in the last class ということなんです。つまり、前回隣同士だった生徒、学生とは一緒に座らないでください。別の学生と一緒に座ってくださいということなんです。その背景には、教室にいるすべての学生と英語を通してコミュニケーションを図っていただきたいということがあります。そうすることによって、お互いの違い、これを認識し、お互いの違いに敬意を表することができるようになります。最後に、皆さんが今後英語学習を進める上で留意していただきたいこと、これについて触れたいと思います。よく英語学習について、Don't be afraid of making mistakes ということを聞く機会があろうかと思います。しかし、誰でも間違いはしたくないし、誰でも間違えることは怖い。できれば避けたい。そういった気持ちはあると思います。しかし、それでもなお、失敗を恐れて安全な世界でひっそり、そういった方向を選ぶのか、あるいは、いやいや、間違いをしてこそ発見ができる。そういうアプローチでいくのか、この両者に大きな違いがあります。私たち、敬愛大学では、Making mistakes is a passport to a new discovery. つまり、間違いをすることによってこそ新たな発見がある。そういうアプローチを取ってもらいたいというふうに考えています。しかし同時にそのためにはリスクに立ち向かう姿勢、これが必要になってきます。例えば、ここで不完全な英語で自分の意見を言うと笑われてしまうかな。そういうふうに思うのではなく、不完全な英語であっても自分の考え、アイデアをここで出して皆さんからフィードバックをもらおう。こういった姿勢を持つことが重要になります。そもそも、英語学習に完璧なんてのはありえません。そして、完璧を求める必要もないと思います。間違えた数、それは皆さんがチャレンジしたことの証であって、間違いがあってこそ初めて次のステップにつながる。ですから私はよく学生に、Love your mistakes というふうに言っています。
ちなみに私も時々間違えますが、その時に学生が私に Laugh your mistakes と言ってきます。皆さんの中にはどうも英語はこれまで苦手だった、そういう意識から抜けきれない、そういった方もいらっしゃると言います。しかし、だからこそ大学へ来て学ぶ意味があると思っています。私たち教員は、英語が苦手だ、そういうふうな思いがある方たちを含め、全員をサポートするために授業します。それが授業であり、私たちの責務であるというふうに考えています。Broaden your horizons with English. 英語を使って世界を広げていきましょう。